酒だ。どうぞ。おい、聞いたか？また例のやつが出たらしいぞ。例のやつ？神出鬼没の謎の盗賊だっけか。ああ、今度は商人が仕入れたばかりの金細工をやられたとさ。この間の貴族の家といい、警備の厳しいところばかり狙われてるな。何者かは知らんが、大した盗賊もいたもんだぜ。あそこの警備は見かけ倒して盗みやすかったぜ。おいおい、同業の盗みに感心すんなよ。まったく情けねえな。俺たちも謎の盗賊ぐらいでっかい盗みをやってやろうぜ。そうだな、兄弟。そうか。そうだな。それでな、テリオンだ。兄弟。
干渉だな。おかわりだ。どうぞ。ひょっとしてお客さんも狙いはレイバース家のお宝で？悪いことは言いません。あのお屋敷はやめた方がいいですよ。この前もまた忍び込んだ盗賊が一人衛兵に突き出されました。またそんなに捕まっているのか？もう20人は超えているでしょうね。盗賊殺しのレイバース家、その筋では有名な話です。城どころか町一つを買い占めることができるほどの秘宝。そんな噂を聞いた腕自慢の盗賊たちが次々に挑んでいます。帰り討ちにあっている、そういうことか。いまだに秘宝を盗むどころか拝んだものすらいない。今噂になっている神出鬼没の盗賊だって無理でしょうね。なるほど、酒の魚にはもってこいの話だな。お客さん、かなりの腕でしょう。こういう店をやっていると自然と目が利くようになりまして、だからこそ忠告しておきます。あそこだけはやめておいた方がいい。ああ。次はこっちも酒の魚になる話を持ってくるさ。よし。おい。はい。行け。申し訳ありません。
だから。ダメだ。そんな。ダメだ。だから。実は、では、
ンター。ああ兄弟。おお。くそ。探すぞ。
よし。さて、おい、ダメだ。そうだ。あ。待て。ありがとうございます。さて、
くね。さあ集中していこう。雷鳴よ、驚き響け。負けません。少しは成長できたでしょう。戦いの準備はできているよ。さあ、どう出る？授業はこれで終わりだ。授業の時間だ。どけ。よろしくね。集中していこう。頑張ります。やれやれ、アラゴトは好きではないようだ。なかなか考えがいがあるね。やっ！
きましょう。集中していこう。せい。大した強さだ。合格だ。授業はこれで終わりだ。価値ということであれば、計り知れない価値がございますよ。もっとも、それに気づくかどうかは別の問題でしょうが。この俺に気配を悟らせずに忍び寄るとは。何者かと聞くのは本来こちら側ですよ。しかしここまでたどり着くとは、素晴らしい腕をお持ちです。褒めても何も出ないぞ。そのようなつもりで申し上げたわけでは、素直に賞賛として受け取ってください。何しろここまで来ることができた最初の盗賊なんですから。腕自慢の盗賊であれば、いずれ挑みたくなる。この屋敷の警備はあえてそのように厳しくしております。どういうことだ。例えば酒場の店主、彼には目をつけた盗賊に屋敷のことを教えるように頼んでいます。わざわざこのお宝を盗賊に狙わせるよう仕組んだのか。そういうことです。なかなかに察しがよろしいようで。厳重な警備で守られたレイバース家に眠る秘宝、腕自慢の盗賊なら狙ってみたくなる。実際、あなたも狙ってきたでしょう。待っていたのですよ、そういう盗賊をね。おびき寄せられたってことか。
通りでございます。だがなぜそんな真似をする。それを語って差し上げる必要はございません。申し遅れました。私の名はヒースコート、レイバース家の執事でございます。気配を殺し俺の背後を取る、そんな男がただの執事だと。まあいい、おびき寄せられた上ここでむざむざと捕まる気はない。帰らせてもらうとしよう。残念ながらそうはいきません。あなたを傷を癒したまえ。
していこう。やっ、なかなか本気を出そうか。あっ、頑張ります。光、少しは成長できたでしょうか。やりますな。若い者にはまだまだ負けないつもりでしたが。何者なんだお前は。到底素人の動きではなかったぞ。ただの執事でございますよ。しかしこの勝負、私の勝ちです。何？これは、その腕は一橋の盗賊ならご存知でしょ。罪人の腕は別名愚か者の腕は、盗みをしくじった間抜けにつけられる屈辱の証。外せ、今すぐにだ。外しませんよ、簡単には。当家の宝を狙うような腕自慢だからこそ、その腕輪は非常に効果がある。盗みをしくじった間抜けの証、腕輪を見られるたびそう思われる。あなたの誇りが許さないはずです。取引するには十分な材料でしょう。取引だと。当家に盗みに入ったこと、衛兵には届けずに差し上げます。誰だ？ご挨拶が遅れました。私はレイバース家の当主、コーデリア・レイバースと申します。そのお嬢様が盗賊を罠にかけて一体何を企んでいるんだ。その、申し訳ございません。実はあなたが狙ったその宝石は龍石という当家の家宝なのです。龍石？はい、当家には代々4つの龍石が家宝として伝えられてきました。4つ？ここには1つしかないが。はい、私の両親が亡くなった時、その混乱に乗じて一度は全ての龍石が奪われました。
しかしヒースコートがこの青龍石を取り戻してくれたのです。それで泣ける話らしいが、俺には関係ないことだ。ですから関係あるようにさせていただきました。残り3つの龍石を取り戻したら腕を外して差し上げましょう。そういうことか。最初からその役をおびき出すための。ごめんなさい。そうでもしなければ残りの龍石は。大した玉だ。あんたもお嬢様も。そのような罠にかかる方が悪い。盗賊の世界ではそうではありませんか。まあその通りだ。随分と詳しいようだが。その話はいずれまた。それで引き受けていただけますか。もし取引に応じないのなら。いいだろう、やってやる。それはよろしいことです。では取引は成立でございますね。おや、お客さん。いっぱいおごってもらおうか。酒の魚になる話を持ってきた。申し訳ありません。私も商売でして。ヒースコートに依頼され俺を屋敷に忍び込むように仕向けた。ああ言えば逆に必ず行くだろう。そう思いまして。いかがでしたか。おごりは2杯にしてもらおうか。ええ、喜んで。間抜けな盗賊がまんまと罠にはまっただけのこと。その通りだ。残りの龍石は3つ。色は違いますが
形は全て同じです。私が取り戻した流石は青流石と呼ばれています。その他の流石の名も色を冠しており、石流石、緑流石、黄流石と呼ばれます。その3つを取り戻せばこの腕輪を外してくれるんだ。ええ、その通りです。約束はもちろん守りますと。どうだかな。それで何か手がかりはないのか。ノーブルコートに住むとある学者が石流石を研究していると。分かった、まずはそこから探ってみよう。あの、なんだ。道中どうかお気をつけて。おかしかったでしょうか。俺が盗みの依頼を受けることになるとは。いや、なんでもない。だ、行ってくる。